さて問題です。人間の目の画素数はどのぐらいあるでしょうか。1、5760万画素。2、1億7600万画素。3、3億7600万画素。4、5億7600万画素。自分でまず答えたい方は一時停止を押してください。正解は4、5億7600万画素。これめちゃめちゃすごくないですか。アメリカの写真家ロジャー・N・クラーク氏が人が認識できる最小の画素を視野角の面積で計算したところ、5億7600万画素になったそうです。つまり人間の視野いっぱいに広がる5億7600万画素のディスプレイがあれば、それは人間が見ている実体の像と同じ解像度になります。ただ人間が実際にはっきり見ているのは中心2度程度なので、その範囲に限って言えば700万画素程度、中心の周りも考慮するとしてもプラス100万画素程度で十分なようです。ですが人間の眼球構造を見るととても精巧に作られていて、まるで最初から全てをそのように設計したかのような構造になっています。 DNA の構造もそうですが、人体は本当に不思議な小宇宙ですね。